こんなことをテーマにしよう。達成したい目標はこんなことにしよう。こんなアクションを起こしていこうっていうところを、まずはワークとして落とし込んでいただきたいと思ってます。まあ、未来塾では最終プレゼンテーションがあるという、まあ、ルールアリーでいうと作っている形になります。私のミッションは、農村の暮らしの中にある、まあ、藁細工を中心とした伝統的な手仕事を守り伝えることです。技術を継承している人っていうのは80歳以上でかなり高齢化が進んでいます。物を整理することは私たちが生きてきて得た財産を安全に快適に使用保管し、さらに残すべきものを次世代に投げることです。そもそも手放すとか解体するとかっていうのにものすごい罪悪感が皆さんあるので、罪悪感っていうのを少しでも少なくなるような形で他の方に気持ちよく使っていただけるような気持ちをこう変えるお手伝いをさせていただければなと。物を売るときにその切り口が絞られていたらすごい売りやすいんじゃないかなと思う。やっぱり美しい里山の風景が自分は好きなんだなっていう、子供の時から親しんできたこの里山の風景っていうのを残したいなっていう気持ちにがすごく湧いてきました。これからの私の課題としては、今やってる活動プラスアルファに拠点を一つ作るっていうことと、まあ、今聞いてる限り寂しくなったその里山をしっかりと人の集まる場所にしたいという思いが強かったんかなと思いましたが、具体的なアクションっていうのを考えていただきたいです。皆さんステップ考えていただいたと思うんですけども、これは結構直近のとか近い活動の内容を考えていただきたい。今年度イノシシカレーを100食作って完売したいなっていうあります。魅力ある人でないとダメだと思うので、しっかり話術を磨いていきたいと思います。十分だと思います。ありがとうございます。今度認知症カフェとかもやるんで、そこそこ高齢の方もいらっしゃいますね。これはぜひ伺いたいです。補助金を使うことによって専門家の支援とか、うん、そういったものが、うん、セットになって得られるので、今やってることっていうのは結構いろんなところにかなり役立つなと、すごく使えるなっていうのは僕も去年受けてすごく、まあ、実感しておりますので、皆さんの本当未来、やりたい未来を実現するためにこの未来塾の運営をさせていただいております。全力で僕らにぶつかっていただけるとなんか嬉しいなというふうに思います。